作戦。フェンダーベンダーファンの諸君、本日はバレーにボルシチ、ウォッカの土地ロシアからだ。レースはここシベリアからスタート。それはそれは想像もできないものすごく寒いところ。あれ、二人ともなんでこんな寒いところで日光浴してるの？なぜって、俺たちはすごく頭がいいからだよ。わかるだろうが。ヒーターね。確かに頭がいいね。他のマシンはガチガチの寒さだ。オニー&ダディは本当にガチガチにやられている。ヒーター、鶏肉が凍っちゃったよ。こりゃそのままかじるかい、ヨギベア。ああ、そうだよ。やめとけばよかったよ。かわいそうね。雪を消してあげる。エブリップエブリップ、雪よ持ち上がれ。帰って寒くなったみたいだね。スターターはどこ？赤い四角の商品も凍っちゃうよ。赤い四角？それはロマノフ王朝の秘宝か。活動ケンケン、いいか？おや、カチカチに凍ってたのか、スターター。よくやった、ケンケン。他の奴らも凍りつけといきましょう。面白い。いやなんてことだ、各マシン全部凍りつけにされた。行くぞ、ケンケン。ラクラク優勝するとするか。できるかよ。各マシン、ホットなアイデアでクリアした。骨付き Z700 はマシュマロまで焼いている。髪の毛もセットできて一石二鳥よ。エブリッエブリッパウ。それだけじゃないぞ。優勝するために機械を使うのさ。ゼロゼロマシンタップ。おやおや、違った。全体を見ないとわからないね。ほんと、そうでしょう。さてさて、レースの舞台はステップ地帯に入った。踊ったらお腹が空いちゃったよ。なんか食べに行こうかな。みんな、いや、こりゃ出来たてでうまそうだな。いねえ、やめろ。タクマシン、クレムリンの前を取ってゴールへ。トップ、いや、優勝はブラックマホとケンケンだ。優勝だ、優勝だ。ロマノフ王朝の秘宝、赤石か。